はい、どうもやってきましたズンズンチャンネル。 ST はキモい、 ST はキモいよ。なんでだってだって。どんな歌やねん。流行らんわそんな歌。久々来て2ヶ月ぶりですよ僕来たん。2ヶ月ぶりに来てその歌完成させるのやめてもらえます。いや完成ってこれフリースタイル。フリースタイルなん今今思いついたんすか。どんな頭なくしてるんすか。いやいやお前2ヶ月間あのポコちゃんで荒稼ぎしてたって噂聞いてますから。そんなこと言わんでええんすよ。1万も稼いでるらしい。いや数字を言わんでええんすよ。 ST はキモい。だからいらんねんその歌フリースタイルで、はい、ということでねやってきました。久々のね、はい、ST 今日はね、はい、文句が休みということで、はい、文句くんの代わりでーす。 ST はキモい言わさんでええねんだからはい、カメラの前の皆さんも ST はキモい言わさんでええねんだからそれ何回やらすのカメラの前の向こう側の皆さんもやらんでええで、ね、こんな休んでええからね、はいはい、もうということでね、はいはい、早速始めます。始めましょう。何を始めるかというと、はい、もうこのセットですから。そうです、もちろ ん、ジャパニーズレゲー。ポン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 。でまあね知っての通りこう、はい、いろいろやってますけども、はい、爆走エンジェル、はい、大爆走エンジェルと来て、はいはい、次ね今日は、はい、逆ギレ落ちやりたいと思います。逆ギレ落ち。あーあのジャケット、はい、久々やなこのサンプラの感じ。はい、ということで、はい、もう早速ねやっていきたいんですけども、久々嬉しいな、逆ギレアウチね、はい、もう何年前ですか。8年。あ、まあ、そんな前になります。結構、もう前やと思うねんけど、やっぱシリーズとしては、はい、もう爆走来て大爆走来て逆ギレや。そう、しっかり逆ギレしとかなめですね、ほんま。なんやねんこら。いや、お前それ、お前ほっギレやどんなキレ方やねん、ほっギレって、ほんま久々やったのにじりはい、ということでちょっとこれ久々にさ見たらもう懐かしいのめちゃくちゃあるから、ちょっと嬉しいですね。ちょっとパパパッと聞いていきたいと思うんですけども、はい、ぜひぜひぜひ。まあやっぱりね逆ギレアウチで結構ほんまにこの曲はよく書けましたよ、はい、お、何でしょう。ということで1曲目はこちらからお願いします。いきたいと思います。ほっ、でもまだもう一曲あった、もう一曲あって、これおい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 、ケンティ君、そしてハン君、ナチュラルウェポン。なんかお前、そこ文句いつもそれぐらいのテンションでかぶせてきてないいや、ちょっとやってみたんですけどやってみたんですけど、やっぱ文句くんすごいっすね。いやいや、もっとグオーいってるから文句もっともうすごいから、すごいっす、ちょっとさすがっす、ほんま文句くん。いやでもほんま、久々聞いたっすけどこのつなぎいいっすね。
天気晴朗はよう聞いてますけど。いやお前天気春朗言うし。もうそれさっきなんで言うの今言いな。こいつ天気晴朗のことさっき天気春朗言うてたから。やり直したんやからええやん別に。中卒俺でも天気晴朗って読めんのに、はいよね、大卒のお前がむっちゃ真面目な顔して天気春朗って、ま、ボケかな。いや水野春朗も春朗みたいな感じじゃないですか。いや、ま、誰が春朗やねん、はい、ということで、ねまあ、天気晴朗とムーダーっていう曲ですよ。ウェポンとハン君のそんな僕現場では聞いたことないかもしれないですね。まあたまにね、はい、かける感じかな。メインはいい、ね、天気晴朗のリズムで作ったから、はいはいはい、でまあパン君と、はい、ウェポンに変えてもらって、うん、いいですね。でもこう改めて聞くと、はい、レッドスパイダーのダブ、はい、むちゃくちゃクオリティ高いっすよ。ちょっと待って、高いのこの上げ方自画自賛からのこれ、はい、いやもうなんか、はい、クオリティ高いわ。高い、うん、そうね、もうポーチャスすぐ7個、はい、なんでそこで7個。いやまあということでもうどんどんいっていい早いな、行きましょう行きましょう。何がいっぱい聞きたいし、みんな何やねん。え、何言ってんの。何がすか、逆切れですか。逆切れアウチやもん。いやめっちゃアウチっすよそれほんまに。まあ、もうええわ、またまとけ。今の気持ちを俺はもう曲にしたいわ、はい、ほんまに。はい、どういうことですか。ほんまやで、はい、誰や誰や、俺や人や、この何この構え方やばい、門構えやばないそれ何が門番や、北斗の拳出てる人かな。何が言うてんの、ほんまにほんまむちゃくちゃほんまに、お前俺の気持ちや、はいはい、誰や誰や、俺やジュニア君ほんまに見てる人びっくりしてます今あれジュニア君マジってやばいやん。やばいよやばい。いやお前ちょ待て、はい、俺の脳みそほんまに、はいはい、誰や分かりました。ズル向けたらこうなんねん。ズル向けたらスパイダーになるんすね。お前全然ほんま、ごめんなさい、僕まだ全然方形ですわそれほんま。だから言うてんねん。なんすかなんすか。 ST はーきーだからやらさんでええねんそれ全然終わらんやんこのくだり。フリースタイルやめて。お前な、はい、全然ズル向けてないねん。いやちょっとズル向けはダメです。あれぐらい顔芸の変化やばかったっすもんねほんま。俺や俺のうるさいよ。七変化したんかな。はあ、疲れた。それは疲れるでしょうね。まあまあまあこういうのもあって、はい、あとまあ逆切れアーチすごいのは、はいはいはい、あのねヒップホップのアーティストも参加してくれてて、おもうちょっとヤバいのいくよ。ほんまにヤバいよ。なんすかなんすか。チェホン、はい、ロングサイ、アナーキI'm a
チェホンアナーキーコアコンビポウ。めっちゃ羨ましいよ。はい、まあね、こんなんが入ってるんですよ、逆ギレアウチ。怖いっすね。やばいっす。これ7、8年前でしょ、うん、めっちゃ怖いわ。なあ、まあ SE が必死にミックス CD 作ってもな、はい、まだここまでついてきてないからな8年前の俺にはまだたどり着いてないっていうね。そう、ほんまね、むちゃ悔しいからやめてもらえます。ポーチャス、むっちゃポーチャスなそこでのポーチャスなんかすごいな。ポーチャスみたいに言わんでいいから、その全然サンプライまあまあ、これ8年前やわ、もう早いわ。ほんま、グーの音も出ないっすわ、ほんま。で、まあリズムもね、もう、はい、もちろん自分のオリジナルで、45っすね、ほんま。アレンジ全部、そのダブやけど全部アレンジ変えてるからですよね。そうだからもうすごいね、これ34曲入ってんな、はいはいはい、逆ギレアウチって、はい、その2枚組やって、はい、34曲全部アレンジ変えてんの、一緒のリズムでも。膨大な作業量っすね。もう分かるやろ。分かります分かります。これ聴いてる人とかは、はい、多分そんな気にしてないと思うけど、前サウンドマンとか、はい、そうミックス CD とか作ってて、これも、はい、分かる、このクローンの感じ分かる、これ。いや、もうたまらんっすね、全部フレーズ変えて。そうでしょ、ほんで細かいところとかね、全部やって。34曲弾くわ、ほんますげえな。でもこれぐらいせなあかんってことですね。まあまあ、だからしなあかんというか、はい、もうさ、やっぱそのこれも逆ギラチ何回も死ぬ、ま、死ぬほど聞いたよって人からしたら、はい、もう俺より聞いてるからね。まあそうですよね。そのわざわざ CD 買ってくれて、もう俺もまあその出す前にいっぱい聞くけど、はいはい、買ってくれた人なんかさ、はい、俺より聞いてるわけやん。でしょうね、何回も車で。だからやっぱそう考えるとさ、いいものを提供しないとね。できるだけこうなんか1曲ずつさ、はい、普通になんかね、はい、ミックス CD 作ってもさ、はいはい、普通につなげるだけとか、もうそんな時代終わったやん、はいはい、まあまあそうですね。ストリートミックスとかで分かるけどさ、はいはいはい、まあ、こうやってちゃんと、うん、あのジャパニーズアーティストとかも参加してくれてさ、はいはい、やんねんから、はい、そうですね、いい感じでクオリティでね、そういう風に、サウンドとしてね、やっていかなあかんすね。ボーそこポーチャスちゃうもん、はい、ということで、まあ、今日はね、こんだけなんですよ。あ、もう3曲っすか。あ、でもいつも3曲とかでしたもんね。あの、まあ、今日4曲か。まあまあ、また回ればね、4曲まだちょっと逆ギレアウチからちょっとかけたのいっぱいあんね。あ、またじゃあ逆ギレアウチシリーズ続くってことですね。まだまだある、まだかけたいのいっぱいあります。じゃあもうみんなもいっぱい見てくださいね。ということで、はい、今日はもうこんな感じでね、はい、終わりたいと思いますわ。終わります。最近気になってるんですけど、芝もうやらないですよね、これ。何をズンズンチャンネルってやつ。これ寝るわ、寝るわ。誰がそんなしてた過去の話になってるもん。何それ、めっちゃちゃんと作ってた。2021年言うの、はい、どういうこと、はい、閉めたいんやったら閉めろや。じゃあ閉めましょうか。じゃあ、はい、じゃあ、見てズンズンチャンネルご覧になってみましょう。神々やんけ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ポーチャース。